皆さんおはようございます。2月19日月曜日です。今日の全国の天気をお伝えします。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は全国的に傘の出番となりそうです。まずはこれまでにいただいております最新のウェザーリポートから見ていきましょう。1枚目のご報告は東京都三鷹市よりいただいています。リポーター名秋明さん、おはようございます。雨がパラパラと降っています。今日は雨との付き合いになりそうです。今週も頑張っていきましょうといただいています。1週間のスタート、三鷹市から雨の報告いただいています。降り方としてはパラパラということですけれども、関東圏内早くも雨の降っているところがあります。この後今日の後半ほど雨は降りやすくなりそうですので、ご覧のようにお出かけの際雨が降っていない場所の皆さんもぜひ雨具を持って今日はお出かけいただきたいと思います。では続いて見ていきましょう。愛知県名古屋市からのリポートです。北区のぼってさん、弱い雨が降り続く朝ですといただいております。名古屋市内も雨が降っています。少しですがね、こう水たまりができつつあるような道路の状況にもなっているでしょうか。こちらもポツポツレベルということですが、この後東海地方は強い雨や雷雨にも注意が必要です。また今日は朝もそこまで冷え込んでおらず、体感はちょうど良いといただいております。では続いて見ていきます。長崎県長崎市のむにゃむにゃさんです。おはようございます。今の時間は細かい粒の雨がザーザーレベルで降っています。風も強く吹いています。気温は16度でちょうどいい体感ですということです。長崎市内は現在ザーザーレベルで雨が降っています。強まっているという報告で、風も強い状況といただきました。今日は前線が通過するタイミングでは雨が強く降って風も強まりそうです。お出かけの際はしっかりとした傘をお持ちください。以上いただいたリポートからまずはこの時間見ていきました。ここからは今日のお天気予報センター飯島さんとお伝えします。飯島さん、よろしくお願いいたします。まず現在のお天気ですけれども、東日本西日本エリア、朝この時間から雨の降っているところがありますね。そうですね、関東でも雨が降っているということで、かなり早いなという印象なんですけれども、はい、これは低気圧と前線が接近しているためなんですね。まず午前9時の予想天気図を見ていただきたいんですけれども、日本付近は南北2段の前線と低気圧がこの後東に進んできます。で、この北海道の北にある低気圧と前線がありますが、この前線の北側、中国大陸には冬の寒気があるんですね、はい、ですから今のところまだ日本列島は広く春の空気に覆われているということで、気温も高めということになるんですね、はい、そして今日天気を崩す主役となるのはこの朝鮮半島付近にある低気圧と九州に伸びている前線なんですけれども、現在の雨雲の様子と重ねていきますと、このような格好になっていると考えていまして、ちょっと気象庁の前線の書き方は少し違うかなとか思っているんですけれども、はい、この日本海に進んでくる低気圧から伸びる寒冷前線と温暖前線がこの後ゆっくりですけれども、西日本から東日本を東に進みます。で、特に現在九州の北西の海上にある寒冷前線及び寒冷前線のすぐ南側にある強い雨雲ですけれども、これは積乱雲なんですね。で、現在すでに雷を伴っています、はい、ご覧のように発雷の状況を見ていますと、主に九州の北西の海上から対馬海峡付近にかけてかなり雷が頻発しています。で、この領域がこの後九州にかかってきますので、はい、九州地方からそして中国地方の西部、午後になりますと四国地方などでも雷を伴った強い雨が降る可能性があります。そして一方で温暖前線が東に進んでくる近畿から東海、そして関東地方にかけても雨が降りやすいんですけれども、やはりこちらも日中そして午後になるほど雨足が強まりやすいということですね、はい、これが18時なんですけれども、静岡県付近でかなり強い雨が予想されています。で、今日、雨具が手放せないというお話なんですけれども、はい、この低気圧と前線に伴って南寄りの風が強まります。
これ午前9時の風の予想ですね、はい、赤っぽい色のところほど強い風が予想されています、雨とともに風も強まるというところが多くなりますので、簡単な傘では折られてしまうような可能性もありますね。はい、今は弱い雨といったところでも次第に降り方も強まりそうですし、風も合わせて強まっていきそうです。ぜひ頑丈な傘を持って今日はお出かけください。また北日本エリア、現在は月や星見えているエリアも多いということですが、はい、こちらも天気は下り坂なんでしょうか。そうですね、こちらもこの前線と低気圧の接近に伴って天気は下り坂になります。はい、これは天気のまあ、マップなんですけれども、午前9時から進めていきますね。青いところが雨、白いところが雪です。これは山岳地帯ですね。はい、東北地方から北海道道東にかけては晴れ間がまだあるんですけれども、時間を進めていってこれが12時です。15時、そして18時となりますと日本海側の方から雨の降るところが多くなります。そして道北、北海道の北部なんですけれども、こちらには大陸の低気圧から伸びる寒冷前線が夜遅くになって南下してきます。これが深夜0時ですけれども、宗谷地方で雪が予想されています。はい、道北では今夜遅くになりますと冬の寒気が入ってくるということになりそうです。わかりました。北海道方面も今日は降るものは雨が中心となりそうですね。そうですね、日中雨なんですけれども、はい、夜遅くになりますと道北では気温が急に下がって雪に変わってくるということになりそうです。はい、そういった降るものも変化してくるということで、今日は気温も大きな一つポイントとなりそうです。はい、朝から気温も高めのところが多く、日中もかなり上がりそうですね。そうですね、日中気温が高めで、しかも夜になっても今日はあまり下がらない予想のところが多いんですね。はい、東京の気温の予想で見ていきますと、現在14度で、雲が多い分ね、昼間になっても急に気温が上がるわけではないんですけれども、日中17度ぐらいまで上がった後、これ夜になってもあんまり下がらない予想なんですね。はい、気温が下がるのは明日の午後になってからかもしれないんですけれども、あまり気温が下がらないということになりそうです。はい、ただ一方で今お話した北海道ですね、道北の稚内で、見ていきますと、はい、こちらは夜になって気温が急降下、明日の朝には氷点下4度まで下がる予想ですから、やはり今夜遅くになりますと冬の寒気が入ってきて冬に逆戻りということになりそうです。はい、稚内それでも日中は8度まで上がる、ね、ということで、つまり今日の昼と明日の朝との温度差が非常に大きいということになります。はい、まあ、今日日中の気温だけで見ていきますと、全国的にかなり高く春の暖かさとなりそうです。積雪エリアでは融雪にもお気をつけください。以上、この時間飯島さんとお伝えしました。飯島さん、ありがとうございました。では改めて今日のお天気アイコンで見ていきましょう。2月19日月曜日の全国の天気です。西日本や東海は朝から雨の降るところが多くなります。太平洋側を中心に強い雨や雷雨にご注意ください。関東は雲が多くにわか雨の可能性があり、夜にかけてはざっと強まることもありそうです。北日本、北陸は天気下り坂で、夕方以降夜に雨が降り出し、雨や風は次第に強まる見込みです。各地とも雨具を持ってお出かけください。日中の気温は全国的に高め、15度から20度前後まで上がり、春のような暖かさとなりそうです。積雪地域では雪解けが進むため、融雪災害に注意してください。以上、今日の全国の天気をお伝えしました。皆さん、改めましておはようございます。2月19日月曜日のウェザーニュースライブモーニングです。この時間の担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、まずは今日の全国のお天気から見ていきました。今日は朝から東日本や西日本で雨の降っているところがあり、またこの時間から強まっているところもあります。今日は前線低気圧の影響を受けて、全国的に天気は崩れる予想となっており、だんだんとですね、その雨の強まるエリアというのも西から東へと移り変わっていきそうです。そうですね、今日はこの雨の降るタイミングでしたり強まるタイミング等も、ぜひ確認しながらお過ごしいただきたいと思います。
ではまずはここから実況のお天気を見ていきましょう。皆さんからいただいておりますお天気に関するご報告です。朝早くよりありがとうございます。現在は主に東日本、西日本で雲が目立ち、雨の降っているところがある状況です。詳しくその雨の降り方を見ていきますと、現在ですね、中国地方でところどころザーザー降りや豪といった強い、また激しい雨を示す報告をいただいています。加えて九州東シナ海側でも雨が強まっているといった状況です。この辺り雨雲を重ねて見ていくとご覧の通りでして、日本海側や東シナ海側でやや発達した雲が見られています。こういったところでは落雷も発生している状況でして、発達した雲があるということで、九州一部陸地にもかかっていますね。この後も強い雨、短時間での強い雨や雷雨注意が必要です。お天気報告に戻って、続いて近畿や東海も見ていきたいと思います。報告としてはどうでしょうか。近畿地方は降っていても弱い雨、おおむね曇り報告が多いです。そうですね、大阪からも曇り報告いただいておりますけれども、東海はシアラインの影響で先行して雨が降っています。この後さらに前線低気圧の影響を受けて強まりそうなんですけれども、朝のこのタイミングから静岡県内もザーザーゴーといった雨の報告いただいています。ご覧のようにですね、こちらも発達した雲見られております。またその東側、より北側にあたる関東付近でも雨の降っているところがあります。千葉、房総半島付近は晴れていますが、それよりもより西側のエリアで雲が広がっているといった形です。その他北陸から北日本にかけては晴れているところが多く、北海道内一部雨の報告いただいています。南風ピュンピュン、暖かいですといただいておりますね。その風も見ていきましょうか。現在のアメダス風向風速です。現在四国沖、瀬戸、南風平均で15メートル超えてきています。こちらもすでにかなり、風が強く吹いていまして、矢羽根、風の向きにも注目していただきますと、かなりこの辺りも南寄りの風が強く吹いているところがあります。また北海道宗谷岬の辺りも風が強くなっております。すでに強くなっているところありますけれども、この後前線通過時にはより強まってきそうです。ではここから雨の降り方戻って、現在の降水量を見ていきたいと思います。アメダス1時間分降水量を見ていきますと、この時間強いところで5ミリ前後といった降り方でしょうか。4から20といった青色のプロットが目立ちます。三重県鳥羽1時間7ミリ、南津田こちらは 9.5ミリ、10ミリ近く降っており、しっかりとした降り方です。御前崎では 7.5 ミリということで、東海や中国地方で現在雨がやや強く降っているといった状況です。こちらは5時までの1時間の雨の降り方ですけれども、島嶼部で現在雨が強く降っています。伊豆原、三島、こちらの2地点で15ミリを超える雨量となっており、3位から5位は東海エリアとなっています。ちょうど朝鮮半島付近に伸びている前線付近で現在発達した雲が発生しているということです。ここまで実況のお天気、雨風注目していきました。風も現在南寄りに強く吹いているところありましたけれども、体感はどうでしょうか。皆さんの報告で見ていきましょう。現在は極寒の報告かなり少なく、ちょうど良い、または朝から暖かいといった報告もいくつかいただいております。私も今日はさほど寒さは感じなかったかなと思うんですけれども、気温自体もですね、今日はかなり高くなっておりまして、昨日と比較しても全国的にかなり高く、10度以上といったところが多くなっています。北海道から九州にかけて暖色系統、前日よりも気温が高いことを示しています。
実際の気温を見ていきましてもすでに15度以上といった紫色のプロット大変多いです。見ていくと福岡現在 16.3 度、今日21度予想です。大阪は 12.3 度、この後17度まで上がっていきます。今日は日差しが乏しいながらも気温は上がり、朝の気温もかなり高いです。ただ1日の気温のアップダウンはさほどないといったところが多いですので、お出かけの際の服装と日中もあまりこう大きくね調節する必要もないのかなといった印象です。また今日は日本海側でもすでに15度を上回っているところもあるということで、北海道もすでに10度ほどあるところがありますね。札幌現在 4.7 度、この後14度まで上がります。今日札幌で14度まで上がるとなりますと2月の観測史上最も高い気温になるといった予想です。北日本にかけても今日この後どのくらいまで気温が上がってくるのか注目したいと思います。ではここからは今日のお天気をより詳しくエリアごとに見ていきましょう。ウェザーニュースアップデートです。北海道の今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は日差しがあっても天気は下り坂です。午後は徐々に雲が増え、夕方や夜には広く雨の降る可能性があります。道南では雨が強まり、沿岸では風も強まることがありそうですのでお気をつけください。予想最高気温は札幌で14度、旭川では12度となっています。昨日よりも気温はさらに上がり、札幌では4月下旬並みです。雪解けが進むため、融雪災害にご注意ください。以上、北海道の今日の天気をお伝えしました。東北エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は天気が下り坂、夕方以降はだんだんと雨が降り出し、雨や風が強まる恐れもあります。北部日本海、海上では高波、山沿いでは融雪災害に注意が必要です。予想最高気温は仙台で16度、秋田は18度となっています。気温は高く、昼間は春のような暖かさとなります。一日の体感変化にご注意ください。以上、東北エリアの今日の天気をお伝えしました。関東エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日はすっきりしない空、にわか雨の可能性があり、夜は強まる恐れがあります。沿岸部ではだんだんと風も強まるため、横殴りの雨に注意が必要です。また日差しはないものの、花粉の飛散にもお気をつけください。東京の予想最高気温は17度となっています。日差しが乏しくても気温は高く、昼間は春のような暖かさとなりそうです。以上、関東エリアの今日の天気をお伝えしました。中部エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は北陸で日差しの届くことがあっても各地で雨が降ります。一時的な強い雨や東海では雷雨の恐れもあり、注意が必要です。沿岸部では強風による横殴りの雨、太平洋側では高波にも注意してください。予想最高気温は名古屋で14度、金沢では19度となっています。天気は崩れても気温は高く、
北陸では20度前後まで上がります。山沿いの積雪エリアでは雪解けによる災害の発生にお気をつけください。以上、中部エリアの今日の天気をお伝えしました。近畿エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は天気が下り坂でだんだんと雨が降り出します。一時的に強まったり雷雨となる恐れがあり、強風による横殴りの雨にも注意が必要です。外出の際はしっかりとした傘をお持ちください。予想最高気温は大阪、京都で17度となっています。気温は高く、日中は春のような暖かさです。一日の体感変化にお気をつけください。以上、近畿エリアの今日の天気をお伝えしました。中国、四国エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日は雨が降り、傘が必須の一日です。午後ほど一時的な強い雨の恐れがあります。落雷や突風、道路の冠水に注意してください。予想最高気温は広島、高知で16度となっています。気温は高めで、日中は春を思わせる暖かさです。夜の冷え込みも弱まる予想です。以上、中国四国エリアの今日の天気をお伝えしました。九州、沖縄エリアの今日の天気をお伝えします。アイコンで見ていきましょう。今日の九州は雨が降り、午後ほど一時的な強い雨の恐れがあります。落雷や突風、太平洋、海上では高波にも注意が必要です。予想最高気温は福岡、鹿児島で21度となっています。日中は春のような暖かさです。花粉が飛散する可能性があるため、日差しがなくても油断せずに対策を行いましょう。続いて沖縄です。今日の本島は日差しのチャンスがあっても雲が多い空でにわか雨の可能性があります。先島諸島では晴れて穏やかな空が広がる予想です。那覇の予想最高気温は26度となっています。那覇では5月上旬並みの気温で、昼間は過ごしやすい体感です。また汗ばむようなこともありそうですが、朝晩は少しひんやりとするため、羽織るものでうまく調節を行いましょう。以上、九州沖縄エリアの今日の天気をお伝えしました。ここまではエリアごとの天気をお伝えしました。今日この後はより広いエリアで傘が必要となりそうです。この後の雨雲の動きをアプリから見ていきましょう。皆さんもぜひご確認ください。今雨が降っていないエリアではいつ頃から雨が降るのか、またすでに降っているところではどのくらいのタイミングで強まるのか、詳しく見ることができます。レーダータブ雨雲レーダーです。時間を進めて見ていきますと、発達した雲の塊、だんだんと西から東へと動いていっている様子がわかるかと思います。さらに進めていきますと、やはり西から東へと大きな雲動いていくんだなという様子を見ることができるかと思います。例えば金沢市で見ていきますと、今日いつ頃から雨が降り出すのかグラフで見ていくと、午前の段階から弱い雨降り出しそうです。その後一旦止む瞬間もね、この後出てきそうですけれども、夕方頃には少し降り方強まることもありそうです。現在地ですと夜には本格的に降り出しそうですので、ぜひ今日のご予定と合わせて今日の雨雲の動向を確認していただきたいと思います。今日は
雨の降り方やその強さ、そして風の様子なども注目して見ていてほしいなと思います。1週間の始まり、あいにくのお天気ですけれども、また今日から頑張っていきましょう。この後番組5時30分より再開です。皆さん気をつけていってらっしゃい。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお送りします。担当は小林理恵奈です。どうぞよろしくお願いいたします。ひゃー見えましたね。今ちょうどいい時間かもしれないです。ヨルシカさんで春お聞きいただきましたけれども、現在幕張では隙間朝日が見えております。やったちょっとなんか楕円な感じのシピ加減ということで、いやーこれもまたいいですね。すごい、やった見られると、ちょっと期待はしていたんですけれども、まあ、実際のところどうだろうと思っていたので嬉しいです。やったやったぜひこちらにありますようにアットおはようをつけてコメントいただきたいなと思います。そうですね、新しい1週間のスタートですけれども、うーんこの後は雲ちよね、でももうすでに曇りと言ってもいいんじゃないかなと思うほど雲は優勢なんですけれども、今日晴れるんじゃん。雨かなちゃうかねえちゃうんちゃう、晴れとちゃうんちゃうかなうん、晴れではないのいいですねうん、晴れとちゃうと晴れちゃう、えちょっとわからなくなりました晴れとちゃう、晴れとちゃうんちゃうかなかな、晴れとちゃうんちゃうかなです。リピートアフターミー晴れとちゃうんちゃうかな、あとおはようですあ、これは晴れないんじゃないかなと思うよみたいな感じかな、曇りだと思う。いや私も分かんなくなっちゃったそう、晴れとちゃうん、あ、晴れ、いやどうなんだろう雨ちゃうんかな、なんかちょっと待ってちゃ混乱してきたちゃうにちゃうにすごく翻弄されてますでもそんな暇はありません。朝日を見たいんだ晴れとちゃうんちゃう、晴れとちゃうん、晴れとちゃうんちゃうかな、この音感も大事です。多分晴れとちゃうかな、やったら晴れるんかなって思います。多分晴れとちゃう、いやもういいこの話はもうダメだネイティブスピーカーも大困惑ただ今は雲を多めながらもこの隙間で日が差している状況です。ちょうどですね、あのオフィスの方にもオレンジの光が届いてるんですよ。あとどうですかね、10分もないか、見られて5分ぐらいですかね、この貴重な朝出費を拝めるのも幕張からだとあと少しなんじゃないかなと思います。今ちょうどね、この後の時間帯で日が出てくるところもあるかと思いますけれども、そういったところでは現在曇りや雨といったところ多いですので、今日は東北日本の皆さんほどいいね朝の風景見れているんじゃないかなと思います。ぜひそういった
お写真や動画ありましたら皆さんと一緒にまたね共有させていただきたいなと思います。日の出時刻も確認していきましょう。千葉は6時23 東京を見ながら千葉と言ってしまいました名古屋はこの後あと15秒ほどですね、6時35分です。金沢は6時38分、大阪6時40分です。高知6時47分、福岡6時59分、那覇7時2分です。那覇も見られるかどうかですかね、期待したいですけれども、札幌はどうだろう、見られたかな、どうでしょうか。ただね、この後期待できそうなのは南西諸島方面かな。那覇はあと30分、随分とありますね。ということで日の出時刻も改めて確認していったところでいただいております日の出リポート。東、北日本で見ていきましょう。道東いいです。道東ナイス道東このオレンジすごいですね。どこだろう。あ、上川郡の方から。あ、なんかこの背の高い木も、かっこいい。線が細くてなんかこう北欧みたいな一枚じゃないですか。なんとなくで言ってるんですけど、皆さん大丈夫わかるかな、伝わるで、赤みが強くとっても綺麗です。他の近くのエリアでもやっぱりこう太平洋側、オホーツク海側も綺麗ですね。網走なんかも、良さそう。ナイス朝焼け、朝日です。きなこさんからいただきました。向こうの山々のね、曲線美も美しいですし、最高じゃんねえ、タロットカードみたいねえ、いいことを示すカードであってほしいですね、朝日だから。こちらもあの雲少なめでした。あ、札幌どうですかね、場所によって違うかな。でもちょっと紫っぽい、グラデーションには見えております。上層下層両方にちょっと雲ありそうですけれども、今すぐお天気崩れるといった感じではなさそうです。その他東北とかも見ていきましょうか。北海道やっぱりいいですね、グラデーションもとっても綺麗です。トコトコトコ、お、こちらまた綺麗ですね。見えてます、見えてます。朝焼けグラデーション見えていて、でもちょっと雲多めなのかな。あ、弘前市は雲少なめでしたが、三沢市になると、あ、ここだけね見えますね、これです、カーソルがあります見えてます。ただちょっと雲多めって感じですね。日本海側もちょっとだけ雲が目立って、すっきりとした朝日、朝焼けっていうのはやっぱり北海道だったのか。あ、でも新潟、北陸すごい今日赤いですね。あ、七尾市の方すごい綺麗。なんだかこうオレンジからピンク、紫、青みたいないろんな色が見られます。あ、これ素敵ですね。ちょっと会場も穏やかそうに見えますけれども、風もまだそこまで強くないでしょうか。いや、また素敵ですね。今日北陸方面朝焼けなんか赤く染まっている報告多いです。すごい、テンション上がりますね。いや、雲はある場所も、ございますけれども、やはりその分赤く染まっているところも大変多くなっています。穴水町でも、幻想的な朝焼け風景広がっておりました。一方で関東周辺見ていきますか。あ、やっぱり太平洋側ほど見えていて、あれ、でも群馬とか、あ、埼玉だった、所沢市見えてますね。あ、思ったより朝日朝焼けリポート届いております。ただ雲
が優勢という感じではあるのかな。茨城県内もやっぱり千葉茨城ほど綺麗に見えてるところ多いでしょうか。虹あった、これかな。朝引く横浜市、虹がかかっています。あら、確かにこう未明から弱い雨が降り続いているといったところもありましたので、今ね虹も見えていると報告いただいておりました。横浜です。いやでも伊豆、でもグラデーション淡い感じになってますね。雲多めだからこそ。少し南からも来てましたね、伊豆諸島。新島からかっこいい、ちょっと雲ありますけれども、見えてました。ということで、朝日が見えたのはやはりこの伊豆半島方面からより北のエリアになっているでしょうか。東日本といえど東海地方ですね。静岡の市内でしたり名古屋周辺はどんよりとしております。この後の時間帯でまた西日本方面詳しくチェックしていきたいと思いますが、北東日本では思いのほかね、朝焼けのリポートはたくさん届いておりまして、北海道特に北陸エリアはね、素敵な風景広がっておりましたね。引き続きリポートもお待ちしておりますし、アットマークおはようつけてぜひチャットの方でもコメントで参加してみてください。では今日のお天気アイコンで見ていきましょう。動いちゃダメなやつ、動くのであれば秋田と那覇の間ですね。全国的に今日は傘の出番となります。西日本から東日本、朝から雨の降っているところがあります。この後はより、午後ほど強く降ることがありそうですのでお気をつけください。でもやっぱりこっちが自然ですね。北日本や北陸方面はだんだんと雨が降り出す予想です。特に夕方以降、夜には風とともに強まる可能性があります。そして今日日中の気温を見ていきますと、前日より北海道方面では上がるところが多く、全国的に15度から20度ほどまで上がる予想となっています。3月から4月並みの春の暖かさとなりそうです。なんと那覇では26度ということで5月並みの暖かさとなりそうです。暖かさというよりも暑くなるんじゃないかなと思います。今日は夜にかけてもなかなか気温が下がらないところも多いですので過ごしやすく感じられますが、積雪エリアでは融雪にお気をつけください。また関東九州日差し乏しいですが、今日花粉の飛散も心配ということですので、油断せずしっかりと対策も行ってください。以上、ジャンピング全国のお天気アイコンでございました。天気って何でチェックしてる？私はね、ウェザーニュース、いろんなアプリの中で一番当たるのがウェザーニュースなんだって。一番当たる、お天気アプリウェザーニュース、これ無料だよ、無料。さてここからは現在オープンしております空ミッションを確認していきましょう。今日は二十四節気の水ということで、今の季節感を伺っています。ウェザーニュースアプリからどなたでも参加できる空ミッションです。今の季節感はオープンしていくと四択になってますね。冬本番、冬の終わり、春の始め、春本番の四択です。いや結構難しいですよね。ここ最近気温も上がってますし、今日も春の暖かさとなりそうです。いやただ私的には冬の終わりかな。
まだ春始まったなというよりは始まりそうっていう感じな気がする。移行期間まだ重心は冬にある感じがします、個人的にはね、片足ずつ春と冬にいるけどまだ体重は冬に乗ってる気がしますね。みんなはどうですか？途中経過見ていきましょう。あ、昨日もバリ春ね、バリが春だったのどっちだろうバリとバリ春バリ春バリめちゃくちゃということかなみんな割れてますね。あ、そうそう、もうちょいで春っていう感じが私もするんですよ。ただどうですか、春の初めの方が多いですかね。北日本、北海道では冬の終わりという方多いですけれども、もう始まりが多いか。割合でね、グラフ見ていきますか。あ、こうなってるんだ。バリ島はどこ夏かそうですよね、熱帯だから。いや、これエリアごとの割合変化見ていくと、北海道がやっぱりまだね冬感が強いということですが、やっぱりこうね、九州沖縄ほどおよそ半数の方が春を感じてらっしゃるということで、沖縄 40% もう春本番なんですね割合が異常40% 春本番が、ってことはもう 90% の方がもうし、ね、春感感じてらっしゃるということで、そうですよね、今日夏日ですから、そりゃそうですよね。関東は 43% が春の初め、 52% が冬の終わりということで、あ、じゃあ意外と冬の終わりの方が割合としては多いんですね。でも 50-50 って感じかな、そんな感じですよね、平均すると。では全国の割合、あ、 54% が冬の終わり、春の始めが 40%。 あ、そうだったんだ。春本番が 4% ということで、春と冬が 10% ぐらいしかね違いがないということで、皆さん感じ方も微妙なところではあるかと思いますけれども、ご意見分かれてますね。だんだんとこの後、一気に春に向けて加速していくというわけではなく、冬と春はね一進一退繰りこうせめぎ合いながら、だんだんと季節もこの先進んでいきそうですが、二十四節気薄いの今日の今の季節感、ぜひ空ミッションにて教えてください。こちらは今日のみ開催される空ミッションとなっています。2月4日にも空ミッション、あ、全然違うわ。6割の方が冬本番だったのがもうパーセンテージも表せないぐらいねえ、じゃあだいぶこの2週間ぐらいで季節が進んだという感じですね。確かに2月3日は関東でも雪降りましたからね、この辺りですよね、2月3日4日のあたりは雪もあったので冬本番と感じてらっしゃった方も多かったです。いや、だいぶアンケート結果見ていきますとね、だいぶ変わったなと感じますけれども、ぜひ今の季節感空ミッションで教えていただいて、春と冬のせめぎ合いリポートというミッションも現在合わせてオープン中ですので、身近にそういうのが、そういう瞬間もの変化ありましたらリポートでも教えてください。以上、空ミッションのご紹介でした。さて、ここからはいただいております最新のウェザーリポートを見ていきましょう。神奈川県横浜市鈴木区のともちゃんさん、大きな綺麗な虹が出ていましたと報告です。すごい、私のちょうど下あたりとかかなり鮮明に見えてますね。7色こうなんかくっきり分かれてる感じが、します。なんかロケット鉛
筆みたいな、なんかね、ああいう平成文具の鮮やかさを感じますね。かわいい。いやでも全体的には空は雲が多めということで、現在もパラパラと雨は降っているようです。ただこの朝の時間ということでね、まだ日の光も照らされていて虹が見えています。では続いて見ていきましょう。静岡県静岡市清水区のカズボンズーさんです。パラパラからサーレベルで強弱をつけて雨が降っています。駐車場の路面には水たまり、菜種梅雨のような長雨に週明けからあまり気分が乗りませんということです。ねえ、本当に菜種梅雨のようなという表現もありましたけれども、静岡市内も冷たく降り続いている雨といただいています。天気パラパラと雨の報告いただいていまして、強弱があると、また体感は寒いといただいております。今日は日中帯、ね、あまりこう大きな変化なさそうですけれども、冷たく感じていらっしゃる方も おられるということです。気温自体は平年を大きく上回っているところ多いですので、これまでの気温変化で体調も崩さないようお気をつけください。では、改めてこの時間の皆さんからのお天気報告を見ていきましょう。6時50分までの報告です。関東周辺、なんだかこうよりしっかりと雨のラインのようなものが見えてる気がしますね。この辺りでくっきり雨の境、なんかこうライン状になっているような気がいたします。そうですね、神奈川県からこう北の方に伸びているような雲が見られます。そして東海地方などはまた雲の発達したエリア変わってきました。これまで沿岸だったのが今ちょうど名古屋市の東側のエリアで発達した雲見られています。あと近畿もだいぶ雲来ましたね。兵庫県から大阪のあたりまで雨雲を及んできています。もう少ししますと大阪の市内でしたり京都市のあたりでもしっかりとした降りになってきそうです。加えてより雲も東へと移動してきているということですので、少しこう強い雨の降り方の範囲が中四国エリアでもより東側へと移動してきております。この後はザーザーゴーといった激しい降り方になることもありそうです。改めてこの時間の実況のお天気、皆さんからのご報告で見ていきました。西日本ではこの6時台になって少しまた雨のエリア拡大してきました。この後午後にかけては降り方が強まる可能性もあります。西日本エリアに注目して今後の雨の情報を予報センターの飯島さんとお伝えします。今日は広く傘の出番となる一日です。飯島さん、西日本では朝から雨の降っている場所も多いですね。そうですね、前線を伴った低気圧が近づいているためなんですけれども、季節外れの暖かい空気が流れ込んでいるために前線の活動は非常に活発化していますね。はい、午前3時の実況天気図を見ていただきたいんですが、朝鮮半島付近に低気圧があって、その低気圧から前線が東西に伸びていますが、実際にはこの前線はもう少し南北に立つ形になっているのではないかと考えて、前線がもう少し南北に立つ形になっているのではないかと考えています。この低気圧は前線の影響で、はい、西日本ではこの後雨足が強まりそうなんですけれども、はい、現在の雨の様子を見ていただきますと、ご覧のように特に九州地方から中国地方の日本海側に特に強い雨雲がありますね。でこれに解析した前線を重ねてみると、おそらくこのような形になっていると思われまして、この後四国から近畿地方にかけて温暖前線が近づいてきます。そして九州の北には寒冷前線があって、朝鮮半島から中国大陸のあたりにはこの寒冷前線に伴う寒気が流れ込んできているためにいるんですけれども、特にこの低気圧の中心付近や寒冷前線付近の雨雲が活発になっていまして、はい、現在、雷を伴っているんですね。これが発雷の状況なんですけれども、九州の西の東シナ海や対馬海峡付近で
かなり雷が頻発しています。でこの後この強い雨雲が全体として、東に移動してきますけれども、はい、太平洋側でも南斜面を中心に強く降るところがあるんですけれども、今日の雨の中心はどちらかというと日本海側になりそうなんですね、はい、雨のシミュレーションを進めていきますと9時、そして12時15時という形でこの黄色で表現されている1時間に15ミリ前後のやや強い雨の領域ですけれども、これは寒冷前線もしくは寒冷前線のすぐ前面というんですかね、東側で吹く強い暖かく湿った風のために強い雨雲が発生すると予想されるところですけれども、こういったところでは雷を伴う可能性があります。はい、この後も雷を伴った強い降りに注意が必要となりそうです。風も相まって横殴りになるところもありそうですね。そうですね、はい、現在でも風が強いところがあるんですけれども、風も強まりますし、特に雷雲がかかりますと突風を伴うことがあるんですね。ですから急な突風で簡単な傘などでは折られてしまうような可能性もあります。はい、現在まだ降り出していないところでも午後にかけては強く降るところもありそうです。風も強いですのでしっかりとした雨具をお持ちください。今後も最新の情報についてはお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。